今日の道よりこっちの方が乱れてるよ。はい、こんにちは、健王です。今日やってきていますのは多分奈良県です。そこにせせらぎ公園というのがここに今広がっていまして、このせせらぎ公園の先に入り口が目の前にありまして、楽しそうな道があります。実はね、ここに来る前、坪坂寺やったかな、撮影が終わってここに来るまでの間にカメラが落ちました。よりにもよってインスタ360が落ちました。探しまくってこう、ゆっくり低速走行しながら道の溝落ちてないかなって調べてて見つかりました。もうテンションだだ下がりで今回スタートしようかなって本当思ってたんだけど、とりあえず見つかった。ちょっと部品壊れているところありましたけど、奇跡的にねインスタ360のレンズがね無傷だったんです。これはいけるわって今取り付けてます。で、取り付けネジが緩んで落ちたみたいですね。増し締めしっかりしておきました。取れてんのか取れてんのか、とりあえず行ってみましょう。ここまでは綺麗。どうだろう、ここ前来たことあんのかな。もうだいぶ走ってるとごっちゃになってくるな。はい、入り口を通りました。まあ入り口と言っていいのかどうかは分かんないんだけど、意外と道が広い。あの枯葉とかがこう積んでて、有効幅ってやつは短くはなってる、短いというか狭くなってるけど、おお、道が茶色い泥コーティングされている状態。ああ落ちたんだね、土砂がね。振り回した、軽トラだから地元の方でしょうか。工事中、工事中、意外に使われてる道やってんな。地図で見た感じというか、あの Google ストリートビューで見たときはここなかった。ストリートビューがここは映っていない区間だったんだけど、いや最近の Google すごいね。あの行き止まりの国道っぽいところまでアタックしてるもんね。車だよあれ。なんか嫌なこう色使いっていう、日の光と影と、明るいはずなのにすごい暗く感じる。もう12月なんだけどなんか紅葉チックなのも感じるな。まあ、道があの緑の苔ではなくてオレンジロードといいますか、ブラウンロードといいますか、枯葉の帯が両方にあるけど、掃除された後かな。お、ミキ、でっかいミキサー車がいる。この先カーブが連続します。いっちょ取っていいんですかね、いいんですかね。様です。あ、のり面のね補強をされていると。桜井飛鳥線、あ、桜井飛鳥吉野線って書いてある。県道15号、高取町っていうもんかな。他になんか芋峠とかなんか漢字が書かれてた気がする。名前も面白いなと思って来てるんだけど、あれ茶色い道来てると思ったら、なんかさっきの固形ロードやったな。
あれ？こっちの方が汚い？いや汚いのは失礼か。あの、汚れになっていらっしゃる感じ？おかしいな。やめよう。知識のないこと。知識がない。博がないことがバレてしまう。気づかれてるか、こういうとこ走ってるくんから。で、おーとだ、ガガ、よそ見しかな。うわぁ、深いなぁ。もう壁の猫系具合がね、見ててびっしりなんで、綺麗には綺麗なんだけど、あんまりね、見てる余裕がないから。いや、ほんとさっきの、八王子の道より、こっちの方が、ね、乱れてるよ。ね、あの、携帯の電波ももう、届いてないし。あ、ただね、ガードレールあるね。そうそう、気づいた。今気づいた。ガードレールがあるわ。うん。今、だからどうだっていう話なんだけど、ガードレールがあるとね、谷底へ落ちる心配はちょっとねないというか軽減されるよね。空中に浮いた路肩線みたいな感じでね、道の幅が分かるからありがたい。おっと、細かい砂利いっぱい。一応わだちっぽいのがあるけど、白線あったんだ。白線が埋まっててその存在に気づかない、気づかなかった。それ隠されてるようにあったら、あ、分からんわね。あー、いや楽しい。濡れてる。いやいや映ってないかもしれんけど、木漏れ日のところ光のカーテンみたいになってて、すごい気持ちがいいというか綺麗、神秘的。結構な苔道やなぁ。おっとっとっと、突然襲ってくる道のうねりが怖いな。びっくり。いや急にあんな風にこう砂利と枯葉のこうクロス攻撃が来ると、クロス攻撃じゃないか、ミックス攻撃かな、ドキッとする。ガタガタやな。車かな。なんかこの風景をなんか逆方向から見たような記憶があるぞ。俺は今それを逆走してきているのか。どこだろうな。割と最近かな。まあ逆走バージョンっていうのはあんまりしてないから、これはこれでいいかもだけど。県道15号アスカ、桜井アスカ吉野線だったかな。抜けて急にもう集落というか、もう住居ですね、家が建ってる。抜けたと、うん、まあここまで、ね、視界が開けりゃ、ね、もうまた国道来るとはあんまないから、そのパターン抜けたと思います。では今回の動画はここで終了したいと思います。またどうかの道でお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。カメラ見つかってよかった。ほんとよかった。まあ動いてるかどうかが問題なんだけど。